はい、どうもあゆ太郎チャンネルのあゆ太郎でございます。はい、エンジャンです。はい、よろしくお願いします。今日はお願いします。今日の企画はですね、じゃん、なんだと思いますこれ。これ上空き缶なんですよ。あ、空き缶、はいはい。で、この下のパーツは昔あゆ太郎チャンネルの中に出てきたゴミパックンっていうおもちゃがあるんですあれの下の部分を魔改造されてる取って上に缶をつけたものなんですね、名付けてあゆ太郎缶当て機マシーン2号。あ、2号、おい、2号、1号どこに1号どこ行ったって話だけどねまあね、これを今日狙っていきたいと思うんですけど、はい、これやっぱゴミパックの手の通り、はいはいはい、スイッチ入れると、あの不規則に、そうなんです、ちょっとやってみましょう。見えてるめっちゃシュールいや、自由だな、面白いでしょこれ。こいつ自由だな、面白いでしょ。これはあゆ太郎が考えたマシーンだから、あのゴミパックにぶつけるよりはいい。そう、この動く棚を当てていこうって話ですよ。はい、ちょっとどこ行く、どこ行く、今日ね、これをまあ当てていくんですけど、僕はまあテニス、ソフトテニスのラケットでボール打って当てますんで、はい、レニャン野球やってたんですよね。そうです、ずっと野球やってたんで、ずっと野球やってたんで、まあ投げて当ててもらう、まあ、どっちが先に当たるかっていう勝負ですよ、はい、お願いします。じゃあやっていきましょうか。じゃあ今日ちょっと時間もないんで、はい、もう時間ない時間もないんで、押してるんで、じゃあ行きましょう。よし、レッツゴー。惜しい、俺見えないんだけど。はい、あ、惜しい。これすごい。おお、惜しい。あいつ、惜しいな。もうちょっと。はい。うお、はい。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 微妙なやつでいいんだよね。手前にナイス。なんか変な動きしてんぞ変な動きしてんぞ今あいつ遅くってやがる。おい、あの短いのさ、あ当たって倒れんのかな、本当に。あと3球で。あ、動いてる、動いてる。惜しい。終わり。当たりそう、当たりそう。今ダメ？今ダメかい？倒しました。当たる、当たる。ナイス。当たるぞ。はい。はい。お疲れ様でした。お疲れでした。いや、当たったね。当たった、うん、当たった。当たったんですよ。これ超面白くなかった。超面白いです。ちょっとイラつく。そう、ちょっとイラつくだよね、動きが。ゴミパックン。もちゃくってるわ。食ってる。まあ、ぜひ皆さんもゴミパックンの下のパーツでできるの。トイザラスとかで売ってるのかな。あ、うん、みたいですね。まあ、ぜひ、人の迷惑にならないようにやってみてください。では、今日はこの辺で、はい、いいねと思ったら、グッドボタン。この動画があんま良くないなって思う人もグッドボタンお願いします。ってことで今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。バイナー。